米男子ツアーのアーノルド・パーマー招待は7日、米フロリダ州のアーノルド・パーマーベイヒル・クラブ・ロッジ、7466ヤードパー72で第1ラウンドが終了。2年ぶりの優勝を飾ったザ・ジェネシス招待以来の出場となる松山秀樹は1イーグル、5バーディ、2ボギーの67でプレーし、 5アンダー2位タイと出場2試合連続優勝へ絶好のスタートを切った。3週間ぶりの実戦となる松山は1番で最先よくバーディを奪うと、4番、5番で連続バーディをダッシュして3アンダーでハーフターン。後半も10番でバーディを先行させると、11番でボギーをキスするも、12番ですぐさま取り返す。15番で2つ目のボギーを叩いたが、 直後の16番パー5で値千金のチップインイーグルを決め、トップと1打差の位置で初日の競技を終えている。6アンダー単独首位はシェーン・ローリー、アイルランド。